このメニュー何ですかこれ。戦いは闘争を求める。今さらアーマードコア3始めた蘇生じゃないですか。やだ。諸事情につき試行錯誤やってみます。よろしく。今回は軽い動画ってことで、フェイトレクイエムのエリセちゃんがキアラの娘なんじゃないかっていうフロムの王だな。フロム巻き込むの止めてくださいよ。大体エリセちゃんのメッシュは通信機の魔術霊装だって突っ込まれてるじゃないですか。だって和風魔術師の一族で名字とかぶん投げていくやつなんかキアラくらいしか思い当たらないんだぜ。まずレクイエムが西暦2025年の話として、エリセちゃんは14歳じゃろ。だから西暦2011年生まれと推測できる。一方キアラは FGO で2017年のイベントで25歳と仮定するなら、6年前は19歳じゃろ。エリセちゃんの両親死んだとか言われてますけど。そりゃキアラは善人だろうが悪党だろうが指名手配犯になるっぽいし、千歳おばあちゃんが隠蔽してたんじゃね。実際、エリセの体質や家庭環境は謎が多いですよね。でもエリセとキアラの最大の共通点は、ソロ戦力として換算できないショタサバ持ちなところよね。アンデルセンもサポート能力はあるけど火力は一切ないし。戦闘力が低いサーヴァントをマスターが補うエリセは、バゼットさんやキアラっぽいですよね。それ抜きでも単純にキアラが歪まない可能性があって、アンデルセンと巡り合える可能性がある世界はレクイエムだけ。エクストラ世界のキアラは、もうどうしようもなく歪み果ててますし、カルデアキアラもまた同様です。別の機会に触れたいと思ってるけど、どうもキアラもどの世界でも人類悪になるわけじゃないようで、人々を癒すカウンセラーとして活動するキアラと、毒を吐きながらそんなキアラに付き合うアンデルセンとかさ、見たくない。え？ああ、対濡れ酒ピレズ死んでる間抜けに気を取られてました。アセンとか考えた方がいいんすかねー。ここで一旦 CM です。実家に帰ってきました。今度は片付き動画やるならメルブラやテラリンでもバックに流しましょう。キアラは複雑なキャラだから別口で動画作りたいですね。いわゆる悪党にならなかった FGO 世界のキアラとかですね。2年もすれば界隈も変わります。ここが踏ん張りどころだと思うので頑張ります。ご視聴ありがとうございました。